3杯目はですね、さっき言いましたようにこのブリザードの、チャルソン、これを使って作りたいと思います。まだ1回も作ってこないんで今日初めてです。じゃあまずですね、このブリザードチャルソン、これはどんなかというとですね、いろんなあのフルーツ、例えばピーチとかですね、書いてあります。ピーチ、マンゴー、パッションフルーツですね、そういうものが、入ったエキゾチックなリキュールです。このくらいかな、はい、でこれを サポートするのに、チェリーブランデーですね、これを少し入れていきます。ちょっと心配なので味を見てみます。甘い感覚がありますよね。でこれを先に氷を入れましょうか。氷を入れます。このマリーブリザードに関しては、ね、またいろいろ研究をしたいと思ってます。今日初めてなんで、ちょっとシモンのオレンジジュースを加えたいと思います。で、爽やかさが欠けるでしょうから、これをソーダで割って思います。エキゾチックな色になりましたね。うん、おいしい。いけますね。女の子向けのトロピカルドリンクみたいな感じ。ちょっと飲んでみて。甘くない？甘い。女の子向けのトロピカルドリンクです。じゃあちょっとそれを飲んでみてください。ちょっとまたこのブリザードに関してはね、もしかしたらウォッカとかラムとか使った方がいいのかもしれないなと思ってますので、ちょっといろいろ研究したいと思います。次のステージにまた出したいと思います。ここでじゃあ私も一杯何かを作りたいと思うんですけども、ちょっと考えてまた作らせてもらいたいと思います。じゃあ一応今回はこれで終わります。じゃあ今度は自分のやつをと思いまして、ね、何しようかなと思っていろいろ考えたんですけど、昔懐かしい、私らが高校の時飲んじゃいけないんですけどね、高校の時にそーっと飲んでたジンライフっていうのはですね、こういうジンと、今はフレッシュのライムを絞って作るんですけど、我々の時にはこのライムジュース、このライムジュースとジンでジンライム、もしくはギムレット、シェイクしてギムレットって言ってました。その懐かしい味をちょっと飲んでみようかなと思います。私たちね、昭和の戦争すぐの人たちが飲んでた人代物がこういうやつですよということですね。はい、次を入れます。そして信じられんでしょうけど、このライブもいいですね。そうそう、こんな色でした。レモンもあるんで、レモンもちょっと入れましょうか。
戦争すぐの我々が飲んでた、そうですね、18、19、20、20歳、そのくらいで、コンパっていうバーがありましてね、大きな、カウンターが4つも5つもあって、そこに大体1カウンターが20から30ぐらい座れるようなところに、女の子が1人2人いて、そこで1杯100円とかね、200円とかでカクテルを飲むコンパっていうのがありました。そこで飲んでたジンライムはこんなもんでした。今日は懐かしく飲ませてもらいます。じゃあ皆さん、いい夜をお過ごしください。いただきます。